影、あいつか。倒すべきやつはタイマンか。なるほど、次へ。これなんだ、あれか、ブライブに似てないこれ。はい、皆さんこんにちは、ピカです。エルデンリングやっていくよ。はい、まあ、前回ね、この次はどこだったかな、レニの魔術師だったっけ、あのレンか、うん、まあピカはね、あのここのレンの魔術師と行くんだって言ってたけど、ここだった、うん、レナの魔術師とですね。はい、ちなみにこれちょっと自分の動画、まあ、再確認していたら、ラニと、まあ、レナはなんかおそらく同一人物ではないかな、うん、まあ、レナがラニになったというね、そんな感じじゃないかな、逆かなまあちょっとそこら辺は定かではありませんけど、まあここ行ってみましょうね、行ってみましょうというか、まああのイベントを進めていきましょう。うん、ここは入れなかったところですよね。そして上に宝箱があるのかな。ねえ、この装備は本当欲しいよね。今から手に入れる装備ね。ここにあんのかな？あ、ここにあるわ。よいしょっと。はい、聖魔女のとんがり棒。おっと、ラナ装備ですねこれ。わあ、これはいいぞ。早速装備じゃ。おお、軽いのになかなか、うん、さすがだね。まあこれはこれか、うん、へえ、まあ斬撃はどれだけぐらい落ちるんだろう。ああ、半分近くは落ちるか。まあまあまあ、一応あのしてみようかな。これ手もあるの？これか？これじゃないかな。これ見たことないから。で、これだね。はい。こんな感じです。おほほほほほほ。ああ、そこもと、よく私に仕えてくださいました。礼を言います。はい。どうもありがとうございました。はい、行ってみましょう。ここで上行ったら、ね、ワープゾーンがある。まあ、この格好で言ったらそこで死ぬと思いますけど、行きましょう。まあ、これは離れて戦う魔女の、これどこ？あ、ここに、え？滝、え？俺思っていたところと違うところにワープしてるんやけど、これ何？これ入れる？いける？何もならん。ひげ剃るの忘れました。
そしたら行きましょうか。思ってたとこと違うな。いきなりまたね、町、城下町みたいなとこ行くかなと想像はしていた。小さなラニ。これ取ったらなんか、祝福でね、ラニと話せるみたいよ。まあ小さなラニと話せるみたい。小さな ラニって何かな、わかんないけどね。小さい頃のラニなんでしょうかね。こう変態ラニです。はい、申し訳ありません。小さなラニに話しかける。もしもし、ちょ話しかけて。あ、無言です。てんてんてんなってる。ひげ剃るの忘れたからかな。怒ったのかな怒っちゃったのかな、あの ラニさんね。すいません、ほんとすいません。なんだろうな、ここで話できるって攻略見たんだけどね。ちょっとこれつけとけよ。待ってくれ、なんでこれ呼べるんだよ。呼べるってことは強い敵がいるっていうことじゃないのか。ボス的なもんいないやろな。あ、そうそう、あこになんかすっげえのいる。あれは無視、無視なんだよね。あれ無視って書いてあったもん。無視で、やめなさい、お前即死やろそれ。飲んどけ。乱気流あるぞ。待って、これ乗れんの？行って。あ、私としたことがケツを書いてしまいましたわ。乱気流じゃないのか。そしたらあそこにすぐ入るってなってた。これなんだこいつ。お前頭おかしいんじゃね。やめて、スズラン、スズラン取らせて、スズラン。うわー、バゲロン。おお、7、7、6、これで5あったら俺あいつ強くできるぞ。俺の、やめて。どこ？どこ入るの？あこ！あこにスズランある。5でありますように。7！ まあいいよ。なかなか手に入らんやろ。そしたらこう。やべ。飲め。そして、分身。やってこい。分身じゃないけどね。分身はまだ弱いから。レベル4だから。あれもスズランじゃないの？スズランや。これは取るべきや。ケロクか。これで王朝はどこだ。あん中があいつの後ろや。やろ、よし、いけるかどうかわからんが、まずここに隠れろ。今だ。よし、
れでどこ行くの？こっち行くのかな？こっちだよね。こっちだろ。あの赤いの何これ？ちょっと字ごもごもごしてちょっと読めねえな。ちょっと待って、さすがにこの装備はちょっとまずいか。これで行こう。行けるか。あ、こいつと戦うんだよね、後にね。こんな攻撃してくんのかよ。やってもいいのかな今。無敵か。もうやめとこう、雑魚敵がいる。速攻で割れた。あいつなんだよな。あいつ無視できるか。お前ちょっと早くねえか。いやー、こんなとこ見てねえぞ。俺道間違えてる？ここか。お、ここだ。あれは？かがり火。あ、下か。かがり火じゃなかったね。祝福だね。やったぜ。ここでよし休憩。ここでかな。あ、dogged fellow aren't we? Is it really thy habit to talk to dolls?Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter.魔女ラニを恥ずかしめただと。ラニと話す。Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean of the demigods. Only I, Mikala, and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe.In the form of a vassal tailored for an imperial. But I would not acquiesce to the two fingers. I stole the rune of death, slew mine own imperial flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins.I turned my back on the two fingers, and we have each been cursing the other since. The baleful shadows are their assassins. I turned my back on the two fingers. The baleful shadows. あ、了解。
よし。そしたらこっち側にあれがあるみたい、鈴玉レベル2レース型、レース型用のね、ここの敵でもちょっとすばしっこいる、強いし、避けなければな、避け続ける。道間違えてるか、なんか間違えてる、そう間違えてるっぽい、なんか間違えてるな、まあいっか。おお、弓兵、弓兵、どれ、これか。ほう、あいつ、あいつどっち向いてる、あいつこっち向いてる、何それ、何、ダッセ、こん中か。何を探る？素材。ここかな。ちょっと待て。ここが。待って。いや、わからん。忘れた。あっちかな、あっちか、うん、そうだ、あっちだ、違うかな、こっちか、ここかな、ここかな、鍵持ってっか俺、あ、持ってる、鍵買っとこう。宝箱かな。おい、めっちゃ強いんやけど。ふう。何それ。よし、うん、これはね、これにするな。で、
と装備これにしとけ。おい、何これ。なんかな、道違ってそうやな。どう思いますか、貴様。ん？行き止まりですよ、スッチ。ん？なんか違うような気する。こ、なんだ？仏、阿弥陀仏。おほ、な、なに？あ、ここと同じレベルってこと。なんか色違わんか。ちょ、色違わんかこれ。いや、これなんか強そうやね。え、なんでこれ色違うの。なんか発見したのかな俺。行こうぜ。で、俺何しに来たんだっけ。そうそうそう、鈴玉レベル2だよ。鈴玉レベル2を俺探したいんだよ。あの玉どこ行った。顎行ってる。ちょっとわかんねえな、上かな。あの玉上登ってってるんだけど。で、また戻ってくるのか。戻ってくるんだ。こっちは来んやろ。ねえ、本当にちょっとお邪魔いたしまちゅう。え、こっち来んやな。まあ本当来たら本当俺こんな顔なるよ。嘘だろ。え、やめて。取らせ。ここやろ。違うっぽい。なんか違うっぽい。これなんか違うぞ。やめろ。あ、これかな。お願いします、お願いします。違います。ふう、今何撮ったのかもわからん。岩石レベル6か。ここは何もない。よし、行け。まああれ、このうちに行け。こっちかな。こっちか。なんかいる？上にいるか？あ、スズラン大輪だ。まあまあレベル10になるやつ、こうで2つ
え？わなってる？たまらん！これでどうすっかな。これでね、すぐね、あの行くべきところに行きたい。どこだろうかな。で、こっからどこ行くべきかだよね。どうやら基本的に進む場所が違う。っていうか、ちょっと待ってね。ここにもなんかありそうやね。その前に地図ある場所どこだ。なんか時計塔みたい、時計台みたいのあったよね、よくね。ちょっと見えないね。あ、この目の前のやつかな。地図、ここの地図が欲しいんだよね。違うっぽいね。で、敵強いのいっぱいいるから無視して、あれ、スズランだぞ。スズランを取りたい。おお、レベル7だぞ。これもね、個人的にちょっと、これもスズランじゃねえの。返しまくれ。よし。まあ今は目的最優先。ここ行け。ふう、even when I turned my back upon the two fingers, Blythe remained my loyal ally. Though he was created a vassal for an Aryan, he was a colossal failure on the part of the two fingers, Blythe and EG both. Art willing to give too much to me, yet they both understand what lieth beyond the dark path.That I must betray everything and rid the world of what came before. Ah. Should I add thee to the list? Another one, kind of heart. As kind of heart as they. Ah. This form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou'st heard. Forget.This form I've let slip too much. 終わりか。Forget what thou's heard. Forget. よし。まあ1万ちょいあったけど、
そんなもん気にしてらんねえよ。あれスズランじゃねえの。スズランいっぱいもらったからいいわ。レベル9、これはありがたい。10までこれでトントン拍子に行くんじゃないかな。レベル5さえあればな。多分5はまだ持ってないはずじゃ。8、7、6、3、うん、4までは多分あのねえ強く、7、4つもあるんだ。うん、4まではねおそらく強化してあるんすよ。写し見か、うん、4までね。じゃあ5だけだな。でもこれ気になるな。なんか色おかしいよな、これだけね。なんかアップデートで霜踏みか、霜踏みとかなんかねいろいろ調整あったみたいだけどね、弱くなったとか。ちょっと残念だよね。まあそれアップデート後に出てきたあのあれじゃないよね、戦敗じゃないよね。この先進めばいいんだよな。敵いないかな、いるかな、いる。何この敵、何カエルか。あれはちょっと無視よ。影、あいつか。倒すべきやつはタイマンか。なるほど、うつ、いや、これなんだ、あれか、ブライブに似てない、これこれいける。ガオーって言ったらあの踏み込めばいいわ。よし、あーの持ちてくるじゃん。ここ縦受けしちゃいかんよ。くっ、中距離にしといたらあいつ踏み込んでくかもしれん。まあいい。うわ何それ、やめて、なんだ今の攻撃。そこよ、しっかり返しろよ。あ、飲んでるあいつ。うん、それダメよ。それよ。なで？なでなのかな、貴様。
なぜ本当な、なぜ、お前もういいわ、お前。だろ？もういいよ、貴様。な、後ろだと思ってたかな。どこが後ろなの？霜降りでやろうかな。残念。オッケー、いけた。よけんステップ。うわぁ、うん、なんとなくわかったよ。ポイント外すの、こうか。これも突っ込む。よし。あれ、噛みつき攻撃だったね。気をつけねえと。オッケー。両剣ステップで逃げる。攻撃力きつい。何それ、ちくしょう。好きです、好きです。この後突っ込んでみる。何それ、ちょっとパターン変わってる。ダッセ、ほんとダッセ。避けろ。
もらう。はいね、そこはね、最後あの、もらって。あ、ごちそうさまでした。お別れ？ブライブ、愛していると。捨てられた王家の鍵。はい。これで王女いたよね。卵抱いてた。うん。あそこの宝箱を開けれるらしい。うん。よしよしよし。でこれで行けばいいのかな。宝箱開けるんだっけな次な。ちょっと順番がちょっと分かんない。あっちは。なんか扉じゃないこれ。違うね。これで昇降機なのかな。うん、昇降機か。昇降機やな。あ、ここで大回路っちゅっとこ行くのかな。それっぽいな。ね、違いますね。腐れ子です。ざれ言ばかり言いやがって、本当に。で、ここで、まあ、まずね、そしたら宝箱、開けてこよっか。うん。ここ解除しといてね。で、表にして、表というか地上にして、でここだっけ、王女のとこどこだっけ、これここやな。オッケー。卵の調子はどうですか。で、これ開かねえのかって俺言ってたよね、これね。これですよ。開いちゃった。はい。暗月の指輪。うん。これで次、先進んでいけばいいんだよね、さっき、今のね。うん。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。はい。